こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。本を語る、人とつながるをテーマに札幌ゼロ読書会の運営をしています。またブログ、SNS やポッドキャスト等の発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。今回紹介する本は、畑野博さんの息子が生まれた日から雨の日が好きになったという一冊になります。著者の畑野博さんは写真家さんです。ほぼ日のコンテンツをきっかけに畑野さんのことを知ったように記憶しております。写真の撮り方に関するレクチャー等もしておりまして、カメラ初心者にはとても参考になっています。文章もエッセイ等も書かれてまして、文章も好きでして、誕生日が同じ3月1日なのも、もしかしたら相性がいい理由なのかなというふうに思ったりしています。新しい本の形ということで、3、4ページの文章の後に写真が添えられている形になっております。読みながらこの構成に気づいてからは、文章を読みながら最後にどんな写真が来るのかなというふうに想像しながら読んでいました。巻末の古賀文武さんとの対談の中で、このスタイルを古賀さんはですね、現代版奥の細道というふうに表現をされていました。紀行文の代わりにエッセイがあり、俳句の代わりに写真があるという構成です。写真や文章だけで全てを表現しようとはせずに、写真と文章をセットで表現するというやり方はとても面白いなというふうに思いました。そうすれば写真を撮ることのハードルですとか、文章を書くことのハードルというのはぐっと下がっていきます。写真と文章どちらかで満点を出すっていう必要はなく、写真と文章を合わせて、合格点がもらえばいいというふうに考えると、少し気が楽になるのではないでしょうか。でこちらの本に書かれているテーマは多岐にわたっておりまして、息子さんとの日々であったり、病気や旅行を通して学んだことなど様々です。表題作の息子が生まれた日から雨の日が好きになったという文章も印象的でした。そこにはですね、天気はいいか悪いかじゃなくて好きか嫌いかで考えてほしいというふうにありました。雨が降ってる日も人によっては恵みの雨というふうに呼ばれるように、結構感じ方っていうのはその人の生活ですとかスタイルによって大きく変わっていきます。畑野さんは息子さんが生まれた日が雨の日だったところではあるんですけども、特別な日というのは天気が記憶に残り、その天気を触れると、その日の思い出すっていうのが心地よく感じることっていうのは結構あるんじゃないかなというふうに思いました。はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内とオンラインで開催をしています。また選書サービスや読書に関する相談も受けたまわっております。詳細は概要欄のリンクからご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。また次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。